本部元気祭りはコロナ禍でイベントや祭りの中止が続く中、子どもからお年寄りまで誰もが参加できる地域ぐるみのイベントを実施しようと、町内の有志が中心となって企画されました。今月6日に開催された祭りには多くの町民が参加し、特設ステージではエイサー太鼓、獅子舞などが次々と披露されました。訪れた人たちは勇壮な演舞を楽しみながら、子どもたちの演舞をカメラに収めるなどしてイベントを満喫している様子でした。